新旧久々の走行動画です。オールシティのネイチャークロス、お客さんにさっき電話して走行動画撮って許可もらったんで久々に撮っています。これからまあネイチャークロスとか、CX 系を買う人の参考になればと思います。ネイチャークロスの52のサイズなんで、身長173から178センチぐらいまで対応します。これ後でまた詳細取ります。いつものとこ走ってきますね。今日6時にお客さん取りきます。はい、走る。なんか乗った瞬間この安定感がいい安定感がいい。週2回バイク通勤。ちなみになんですけど、久々に乗ったんですけど安定感抜群です。すごいよく走る。ロードバイクよりも適度に BB ハイトが高いのと、あとはグラベルロードよりも圧倒的に BB ドロップが短くて BB ハイトが高いんで、漕ぎ出しが楽しいです。あとで詳細紹介しますね。もう色がめちゃくちゃかっこいい。このここのフレームがないんですけど、そんなに走りにはなんか影響してないような気がします。ここもないし、ここもないし。ちょっと何がいいかわかんないですけど、多分ホイールがいいんだと思う。これホイールと車体のバランスがいい。やっぱ黒森フレームには固めなホイール入れた方がいいですね。おお、こういうとこ走るの最高。ギアがいい。ギアの感じがさっきも試乗して思ったんですけど、なんか GRX のストローク短いような気がする。この変速のこんなもんかな。それともこの EA70AX のハンドルが横に広がってるんでこの変速しやすいのか。すごい変速しやすいです。ブレーキはまだ新品なんで正直全然効かない。やっぱダンシングして走ると、あのパナソニック CX の DB ドロップ 60mm よりはちょっとダイレクト感ないんですけど、なんか安定して走る。これがしまなみ海道行った後に、飛島海道行った後にしまなみ海道も行って、なんなら1日で帰ってこれるんじゃないですかね。おお、やっぱチューブレスいいわ全然違う。めちゃくちゃいい。やっぱいい自転車はいいおお、いつもの公園来た。ちょっと乗ってブレーキのあたり出しておきますね
ょっとこれは付け足してください撮影用にクワッドロック、これがネイチャークロスの52のサイズです。やっと完成しました。やっぱリアディレイラーがなかなか入ってこなかったんですけど、なぜか奇跡的に入ってきたんで、やっと形にすることができました。でヘッドセットが、ホワイトインダストリーズ頼んでるんですけど、まだ入ってこないんで、ひとまずケンクリークのヘッドセットをつけてます。でホイールがマビックのオールロード SL の、 前後セットで10万円ぐらいのホイールです。やっぱ手組みよりも缶組みの方が剛性高いんで、黒森フレームみたいにしなる車体には相性がいいです。タイヤがマビック純正で、これ735だと思うんですけど、バランスがいい、この CX 系のこの隙間とバランスがいい。もう色がめちゃめちゃ綺麗。いやーすごい、ここをあえてロード用のペダルって、これがいいですね。やっぱロード用ペダルの方がシューズもカーボンソールのものが多くてダイレクトに焦げるんで、あとはフラットシューズ、スニーカーでも焦げやすい。でサドルがこれ持ち込みだったんですけど、シルベラードのこれは142ミリぐらいの幅、あ違うの SLR SL8 って書いてます。でシートポストがトムソンのセットバック、ステムもトムソンの X4 のこれ角度0度です。バーテープが ESI グランピースタイル。いいですね。本当に乗ってほしいのはシクロクロス出るんじゃなくて、なんか島並海道とか飛島海道とかを732C とか 35C とかのタイヤで走る人はにおすすめです。めっちゃ暑い。いやストローク短いですね。短いのか。 GRX はこのレバーが滑り止めの加工してあるから、汗いっぱいかいてもあんまり操作に影響がないと思います。僕はもう初代の油圧使っててもう6年ぐらいですけど、まあなんとかまだ使えるんで交換はしてないです。やっぱギア操作が楽しい。やっぱいい自転車がいい。ブレーキも徐々に当たりが出てきたんで、おお、走る走る余裕。35C ぐらいあればこのアスファルトの凸凹なんかも楽々。CX だな、自転車か。ロードバイクだとここ来れないですよね。来たとしても気使う。楽しいですね。これならどこへでも行きそう。時間があれば。このネイチャークロスのライバル車種だったら、何ですか、サーリーだったらミッドナイトとか、パナソニックだったらCX のディスクとか、それぐらいですかね、グランピーだと。あとセブンだったらマッドハニーとか。信号が変わる。信号が変わりそうだったけど
BB ハイト高くて重心が高いんで加速よくします。こういう路面の凸凹なんかも700の35ぐらいの方が安心。32は意外とあの振動広いんですよね。よし、ブレーキ OK ですね。お、人が来た。おお、予測今後もなんかこういう試乗動画あの増やしていこうと思うんで、もしあの納車、まあ、増やしていけたらいこうと思うんですけど、なんか試乗していいのがあったらあの連絡くださいってまあネイチャークロスはシクロクロスじゃなくてもオールロードとして乗るんだったら完璧だと思う。というよりはこの 172.5 のクランクが何気にいいかも。ちょっとスプロケットが使用したやつ使ってるんでいまいち変速が悪いかも。ということで戻ってきました。ネイチャークロスの52のレビューでした。色がめっちゃ綺麗、でお店には49サイズの完成車と52の完成車が1台ずつあるん で、でオールシティはあの新しいネイチャークロスのカラー出たんですけど、もうあのギア付きがおそらく出ないと思うんで、もしあのギア付きを探してる人はあのこの色が最後だと思うんで買ってください。あとシングルスピードをギア付きにもできるんですけど、このエンド金具を買わなきゃいけなくて、このエンド金具が納期みたいになってるんで、やっぱこの最初からギア付きがおすすめです。以上